四国中央市で今日、学校給食用のお米の収穫祭が行われ、子どもたちが稲刈り体験をしました。四国中央市土井町の田んぼで行われた収穫祭は4年ぶりの開催で、市内の小学生と保護者らおよそ260人が参加しました。四国中央市では市内30の小中学校や幼稚園で使う学校給食米を47戸の農家が育てています。今日収穫したお米は今年4月に田植えをしたコシヒカリで、子どもたちが昔ながらの手作業で稲刈りに挑戦。慣れない手つきで稲をつかんで鎌を入れ、次々と収穫していきました。このあと試食会も開かれ、子どもたちは炊き上がった新米でおにぎりを握って今年のお米を味にしました。おいしい。給食が楽しみです。四国中央市の学校給食米は202トンの収量が見込まれていて、週4回の米飯給食で提供されます。